競技場で行われたあの伝説のオールトゥゲザーナウというコンサートのことです、はい、多数の有名ミュージシャンが参加した大イベントでした。当時活動休止状態のオフコースが久々にファンの前に姿を現すというので、私たち小田一派は非常に楽しみにして会場に駆けつけましたが、
今日は俺のバンドがいないなどと言い、その人気絶頂期のオフコースをバックバンドにして、お台場には馴染みのないロックを歌い出した大天狗様が現れたのです。しかもこの日オフコースの曲は1曲しかなかったのに、イエスノーという曲のあー時はと一番美味しい部分も、その大天狗様時はなら一番美味しい部分も、その大天狗様は歌い上げてしまったのでした。当時の小田ファンとしては何事と思ったものでした。それはもうね、本当申し訳ございませんでした。お台場の方々、オフコースバックに、オフコースバックに、そうですね。ああ、時はって。オフコースとは似ても似つかわしくないロックの曲でした本当に。選曲からしてオフコースに合わなかったかもしれない。大変だったですか、でもオフコース小田さんとかは結構リハーサルとか。リハーサルはね、小田がこういう曲弾けないんだね。あ、キーボードピアノで、はいはい、3コードのさ、ああ、これ。お前の体を、はい、これピアノ苦手なんだよ。そうですか、意外とちゃんちゃん分数系のしかダメなんだよ。英文の G とか、G 分の F とかじゃないといけない。こういうのはダメなんだよ。ロックンロールとかはできない。そうですか。だからピアノはもう一人オフコースにメンバーが入ってたんで、はいはい、そっちがメインにサポートメンバーがいて、小田はほとんどコーラスで抱きしめてて歌うだけ。そうなんだ。ああ、ダメなんだな、こういう曲はと思ったの、俺練習で。そうですか、やっぱ苦手なとこあるんですよ、ね。うん、そう、だから松尾とか他のミュージシャンはね、ジローなんかもともとロックですもんね。よくやるんだけど、はい、小田がダメなんだ。小田が全然受け付けない。だから小田からすると、俺が天狗とかなんとかよりも訳が分かんなかったんだと思うよ。何なんだろうこの曲って。だから変な曲歌ってんなと思ったんじゃないかな。そうですかね、普通の。そっか、ロックンロールとかあんまり来てないかもしれないですね。多分ロッド・シチュアートとかがない。うん、なるほど。ローリング・ストーンズとかない。ないストーンズなんかありえない。ありえない。だから小田一派の方々からは目が点だったと思いますよ。確かに1曲目だし、ね、せっかくオフコースが、それでせっかくオフコースが再結成、結成でイエスの歌、それでイエスの歌い始めたのさ、うん、ああ時は俺が歌い音を立てずに二人包んで流れてゆく、ああそうだね、少し畑生まれの優しいミルク、まろやかソイ。一緒になれないからといって愛していなかったなんていうのはとても困るんだ。向いてくれ、僕は君を愛しているに違いない。でも愛するってどういうことなんだろう。今言えることは縛られたくないということだけさ。他人から見れば愛し合っているように見えて、そうなんだ、僕らはキスもして。落ち着ける場所探し続けたけど、だからといって一緒になるというのは君の嫌いな者たちの言い草だったろう。僕はもう少しこのままでいたいんだ。ということがとても気軽なのか苦痛なのか、それはそうならなきゃわからないにしても、
と言って愛していなかったと泣いたりするのは罪を責められる、そんな気がする。僕には君だけしかいないんだし、君にも僕だけしかいないにしても一緒になろうよと今は言いたくないんだ。頼むからこっちを向いてくれ、でないとこれっきりになりそうだから、このまま別れたくないから、こっちを向いてくれ。